からね。4時だったの。ここチューブ、皆さんおはようございます。正真正銘寝起きの話しろココアです。どうしようこの声、やばいですよね。なんだこの声。ということで、ほぼ丸々一日潰れてしまったので、もう開き直って明日頑張ることにして、今日はダラダラと過ごす日にしようと思います。今一応ね、顔を洗って歯磨きはしたんだけど、まだね何も飲んでなかったから、ちょっと飲みますね。やばいわこれ。撮影する前はさ、こんなに声ガラガラだって思わなかったの。撮影始めたらめっちゃガラガラ、びっくりした。あー美味しい。16時に起きるってさすがの夜更かしの私もやばいわ。髪の毛もボサボサだし、まあとりあえずね、遅く起きたとしてもお腹は空いてるんですよ。だからじゃん、今日は韓国のこのうどんかな、これを食べていきたいと思います。じゃ髪の毛だけちょっと綺麗にしてくるか。よし、そうしよう。私の声よ、戻ってきてー。ここチューブ。はい、じゃあ中身を出していきます。これなんだろう、初めて食べるんですよね。韓国語読めないからわかんないんですけど、見た感じおうどんっぽいんですよね。今4時ってことで、これから夜ご飯がもうすぐにあるから、今回は1,2,3袋食べていきたいと思います。1個につきお水 500ml 必要みたいですね。あー跳ねる。はい、1.5 リットル入れました。たまにね、このぐらいの時間にね起きることもあったんだけど、なんだかんだギリギリ午前中にはね起きてたんですけどね。今日はやっちゃいましたね。やることがあるから早く起きなきゃって言っても、誰かと約束してるわけじゃないからさ、自分が後で大変になるだけだから、そうなるとなかなか起きれないんですよね。早く起きなきゃダメだなとは思ってるんだけど起きれない。遊びに行く約束とかもさ、友達としてると起きれるんだけど、自分でどっか出かけようってなると、今日じゃなくてもいいかなみたいな感じになって、後回しにしちゃったりとかね、することも多いんですよね。だんだんできてきたので、これ開けてみよう。テリ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 、麺と、これは火薬かな、あとスープの素が入ってますね。韓国麺は日本の麺と違って、麺と一緒に火薬も入れるんですよね。なので沸いたら両方入れてきますね。4と30って書いてあるんだけど、4分30秒茹でるってことで合ってるかな。さあでは入れてこうかな。えいえいえい。これは多分火薬だな。火薬ですね。ういおネギとかまぼこと揚げ玉みたいのが入ってる。そしてスープの素。韓国の麺なのに色が赤くない。いい匂いする。はい、ではこれで4分半茹でていきます。魚介のいい匂いがする。日本のカップうどんとね似た香りがしますね。でさ、写真にはさ大きいかき揚げみたいのが載ってるんですよ。だからさ、この中にさかき揚げも入ってんのかなと思ったけど、かき揚げはどうやらないみたい。細かいかき揚げもどきみたいのは入ってる。どん兵衛みたいのを想像したけど、それとはちょっと違うみたいですね。この乾燥していた麺がね、スープを吸って生き返ってくる瞬間、たまらないですね。今この麺に命が宿ったって感じ。フリーズドライのスープとかもさ、水を入れてふわーってなる瞬間、あー生き返ってるって思いますよね。蘇りし麺たち。はい、じゃあ4分半経ったので火を止めて、これで完成なんですけど、なんかトッピングしたいなと思って、今日もね卵を入れます。生卵。卵なかなか安くならないですね。早くならんかな。あとネギも切ってきました。めっちゃざく切り。はい、ということで完成しました。韓国のインスタントうどんです。なんか親しみやすい匂いがする。それではいただきます。ちょっと熱そうなので取り皿に入れます。ラーメンってもちもちしてるじゃないですか。これもねすごいもちもちで、麺自体はうどんって感じしなくてラーメンって感じなんだけど、お出汁がねうどんのお出汁みたいな感じだからすごい食べやすいです。なんてかわかんないけど、ちょっとだけピリ辛、胡椒のピリ辛かな。さすが韓国、多少のピリ辛はあるけど、でも全然辛くないです。なんか喉がピリッとして美味しいわ。ちょうどいい。これはねなんかね、言われなかったら日本のインスタントうどんなんだなって思うぐらい親しみやすい味ですね。わー
箸が下手くそ。滑る滑る。あ、よくよく見るとなんか赤いのが入ってるから、その赤いのが唐辛子なのかな。それがピリッとしてるのかも。うん、いや麺がもっちもち。おおお、うえ、今日メガネだからすごい跳ねる。ちょっと取り皿ちっちゃかったんで大きいの持ってきました。日本ってさ、カップうどんはあるけどインスタントうどんってあんまりないですよね。もうダメ、あーダメだ、箸で取れない。このまま食べた方がいいかも。うん、かまぼこ。うん、名前の通りかまぼこですね。ちっちゃいこのかき揚げみたいなやつ。おお、ただのかき揚げかと思ったけど、エビのかき揚げみたいですね。味がしっかりしてる。うん、ん？練り物みたいな感じ？ちっちゃい丸い練り物を揚げてるって感じですね。うん、美味しい。ここチューブ。じゃあ卵割っちゃおう。今日はね、全卵の生卵を入れました。完全に月見うどん。うん、幸せ。ラーメンもいいけどさ、寝起きにはこういううどんみたいな味がさっぱりして美味しい。毎度のことながら、なんで3袋にしたんだろう。1セットで全部でね、4袋入ってたんですよ。4袋全部入れればよかったな。麺ってすぐになくなりますよね。麺食べるときにメガネはダメかもしれない。すごい跳ねる。卵をとろりんちょとして、卵を絡めて、卵絡んどるよ。声治ってきたんじゃない。ちょっとだけど、私の乾ききったガサガサの喉をさ、このツルツルの麺が通ってって、この喉もね、多少滑りが良くなってる。あ、おいしい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 、どうしてこんなにおいしいの。もうおいしいしか言えないよ、だっておいしいんだもの。食べてたら熱くなってきた。あー、幸せだわ。たくさん寝て、たくさん食べて。でもね、まだね、なんかね、もうちょっと食べたいんですよ。ちょっとさ、美味しくできるかわかんないけど、これもう一回再加熱して、もう一個も入れちゃう。で、スープがもう3袋で濃いので、麺と火薬だけ入れることにします。そう、かや玉をするの。いや、しかし待って、暑い、すごい暑い。未だに私さ、夜とか寒いからモコモコのパジャマ着てるんだけど、もう暑いですね、もう汗だくだわ。でも汗だくってことは代謝が良くなってるってことだから、体にいいってことですね。じゃあグツグツしてきたんで、かや玉、えい。結局4袋食べるんだったらさ、最初からね、入れればよかったね。じゃあまたこれで4分半茹でていきます。この卵もぐちゃってやっちゃおうか、えい。はい、ということで替え玉をしたんですが、見事にスープを吸って汁なし麺になりました。でもこれはこれで美味しそう。あ、美味しい。スープ全部吸ってるから味が濃くて美味しい。ちょっと焼きうどんっぽい、ちょっとだけ。
のなんですけど、韓国のココナッツさんが送ってくださったやつなんですよ。だから名前が分かんなくて今調べてみたんですよ。日本名では天ぷらうどんって言うんですけど、韓国ではティギムうどんって言うらしいです。韓国でもこれうどんって言うんですね。私の記憶の中では韓国のうどんって言ったらカルグクスっていうイメージがあったんですけど、韓国風のうどんのことをカルグクスって言って、日本風のうどんのことをうどんって言うらしいです。で、韓国風のうどんのそのカルグクスっていうのは麺を包丁で切って柔らかくしてあるのが特徴らしくて、こういうコシがある系のものとかは日本風のうどんって言うらしいです。2種類もうどんがあるなんてなんか不思議な感じ。でも嬉しいですね、韓国でもうどんはうどんなんだ。うん、卵も絡んでる。うん、韓国麺ってさ全部辛いイメージあったけど、これは食べやすくていいですね。16時に起きた時はもう今日は何もできない、絶望的って思ったけど、なんかこれからまた頑張れる気がする。私の一日はまだ終わらない。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで今日は遅く起きてしまったんですけども、おうどんを食べて元気になりました。韓国麺って辛いものが多いんですけど、これはちょっとピリ辛で辛いのが苦手な方も食べやすいですし、日本人好みの味なので、韓国麺挑戦したいけどまだ食べてないって方はね、ぜひ挑戦してみてほしいなって思いました。もう夕方の5時過ぎだからやる気ないなって思ったんですけど、食べたらね元気になった。皆さんもぜひティギムうどん食べてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。とりあえず汗だくだからお風呂に入るか。